キャットレンジです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は、こちらの、2015年に入手しました、シリコンハーベストから、発売されてました、無電源ラジオ FPR202 の、実験を行いたいと思います。よろしくお願いいたします。これが、本体なのですが、要は高性能ゲルマニウムラジオだと思ってください。全体の姿ですが、このような姿になっております。こちらが、外部アンテナ、端子、こちらアース端子となっています。クリスタルイヤホンで、調子してくださいということですが、調子してみたところ、4曲、6、7、8、10と、4曲、聞くことができました。特に感度が良かったのはこちらの8曲の方です。聞こえたらいいのですが、じゃあすごいな、本当に、外部アンテナ使わなくても、室内でも、天気のいい時とかだと、ラジオが聞こえるということです。同じ周波の方で、こちらの方で聞いてますと、このようになります。これと同じぐらいの音で、クリスタルイヤホンでは聞こえます。現在は、販売終了いたしまして、入手はちょっと困難だと思います。こういう無電源ラジオというものが、このように存在するということです。以上です。Thank you.